はい、お世話になっておりますルノーとコロザーの杉山でございます。本日ご紹介いたしますのはこちらの真っ赤なルーテシアです。2018年6月のモデルになります。初年度登録はその翌年の2019年6月となっております。気になる走行距離は3万と1000キロのお車となっております。我々の認定中古車保証がお付けできるお車となっております。また短いですが新車保証の継承も少しだけ残っておりますので、しばらくの期間は新車保証をお付けしてお乗りいただくことも可能となっております。それではまず外装から見ていきたいと思います。はい、現行のものですとこちらは C シェイプランプといいまして、まつげのようなデザインがあるんですが、こちらはございません。ただこの赤はですね、本当に何とも言えない深みのある赤色だと思います。なかなか日本車でこういった色は見ないんじゃないでしょうか。でぐるーっと見ていきます。2019年の初年度登録ですので、走行中の軽い小傷などはあるお車になっております。例えばこういったところですね、ちょっとカメラだと見にくいんですけど、あ、見えましたでしょうか。こういった傷がちょっとところどころにあるかなという時代です。あとはですね、こちらにちょっと線傷がありますね。はい、外装を一周見ていきました。細かい傷はありますが、正直そこまで気にするほどでもないかなと思います。もう乗り出し、中古車の乗り出しにしては本当に綺麗な1台なのかなと思います。次は内装を見ていきたいと思います。はい、次に内装を見ていきたいと思います。このお車いいところがですね、この内装もレッドですので、中に乗っていてもお車のお色を楽しむことが可能となっております。はい、またこういうパネルの部分ですとか、このダッシュボードの部分、あとは操作類のこちらの機器の部分も汚れなどは本当にないですね。シフトレバーなんか本当ちょっと伝わるでしょうか、かなりピカピカで本当に乗っていたのかなっていう感じがします。こちらですね、センターコンソールもついております。またシートもこういった赤色が差し色としてついております。次にラゲッジスペース見ていきたいと思います。コンパクトカーなんでそんなに荷室広くないでしょっていう方いらっしゃるんですけれども、またこのシートもですね、6対4分割で倒すことが可能ですし、このボードもですね、外していただくともっと広々と使えます。ちなみにですね、倒すとこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。本日ご紹介いたしましたのは2019年6月の初年度登録のルーテシアになります。お色は赤になります。多少ボディ等に小傷はございますが、目立ったへこみや大きな傷などはございません。非常に良い状態を保った1台だと言えます。ルーテシア乗りたいけれども新車だと納期を待つからという方もぴったりの1台ではないでしょうか。また認定中古保証もお付けすることが可能となっております。弊社 YouTube チャンネルでは第2第4金曜日に YouTube ライブも行っております。そちらも合わせてご覧いただけると幸いです。それではこちらのチャンネルいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルノーとコロザーの杉山でした。リジュナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ロナンバーではない上質なお車を貸し出しするサービス、リジュナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか。リ
始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。